ね、勢いがありますしね、平瀬選手、まあ、普段はちょんまげなんですけど、あのこの間の表彰式の時もね、このファミリー最初誰かなと思ったんですよね、風貌がちょっとね、はい、決めました。後輩ですね。そうですね。ナイスラン、いいパスでした。ここは田中真美子が決めました、西岡選手ですが、選手たちね、しっかりリングに向かっていってますよね。そうですね、このパッティングは結構ね、多かった。来ました、11番篠崎美代ダッシュですね、皆さん。そしてこちらは田中真美子そして西岡里沙、センター、186センチの上背があります。まあ、こちら、はい、東京オリンピック昨年の、ね、夏に開催されましたけれども、うん、まあ、運動量、あの、はい、身長ありますけれども、はい、この身長から繰り広げられるこう運動量と、何よりドライブの強さ、うん、あの攻撃能力、得点能力の高い選手、個人技、ステファニー、またアークの外に出ました。田中からステファニー、リズムを作って真正面からオフェンスリバウンドで田中の得点、5対5、ね、こういうリバウンドも得意ですから ね、 ね。で、有明さん、ちょっと面白いなと、画面に見ていただいたら、はい、オリンピック代表と W リーグオールスターズってなってるんですけれども、はいはい、会場では代表と、はい、なんと連合軍って連合この画面ちょうど右上ですね、はい、そうなんですねW リーグ連合軍という名前がいいですね、オリンピック代表にぶつかっていくんだって、そういうなんか感じもしますね、はい、連合軍いいですね、今のところ。ステップバックからのシュートです。今はもうファール使いましたねでこういった駆け引きというのも非常に違いますね、はい、うん、そうですね、あの個人ファールがないので、チームファールとのこう、山本、そして田中が入っています。対しましてオールスターズ側、宮沢、そして馬瓜、エブリンと三好が入っています、はい、まあ、トヨタ自動車の3アンドダンが入ってきたということになります ね、 ムードメーカーのエブリン、はい、そして、ね、引退を表明しました三好、このオールスターでの、お、エブリンからの三好というところでしたけれども、この人も見納めということになりますね。そうですね、焼き付けないといけないですね、はい、見どころ満載ですね、もう何見ていいのやら、はい、もう一瞬一瞬が惜しいですね、はい、さあ山本、さあリバウンドは宮沢、エブリン、さあ10分ももう半分経過しています、はい、15対8、ダブルリーグオールスターズが7点リード、これもうショットクロックがもうないですね、はい、まあ、選手たちも交代したばかりということで、西岡ゴールしたエブリに対して制しました。今があの 3x3 でいう速攻ですね、一度アークの外に出て、すぐゴール下にパスをしてシュートを決める、あ、これはエブリンの得意なところです。シュート入りますね、連合軍、さあ山本、前には三好、田中が今度はナイスドライブからです。これで10点目にしました日本代表、6点差です。残りは3分半、21点取ったらそこで試合終了、ね、はい、山本のツーポイントシュート、来ないですね。改めまして 3x3 を盛り上げてくれた W リーグ 3x3 オールスターズ、そして W リーグオールスターズの選手の皆さんに大きな拍手を。まあ、この周りエブリン選手、まあ、W リーグオールスターのチーム原宿の、はい、まあ、町田選手が、うん、あのー